です。マグロの、背先の背中の頭に決まったりですね、まあ、毎回一発目はこれなんです。青森県大間、近くで来ております。そちらの、青ナマコ、ナマコの方はですね、腐る一歩手前、一番香りが出せますので、これ1週間ぐらい置いてますので、トゥルンってしてます。そうですね、ポリポリっていうのを柔らかい感じ。今日は赤しかですね、マダイでございます。下にですね、先ほど召し上がっていただいたナマコの卵巣でございます。この後、兵庫県ですね、赤穂という、マダキをご用意しましたね。低温調理しまして、燻香をつけた、バルサミコ酢のソース、自家製で作っております柚子胡椒というフィンでございます。こんなトロットロの食感なんですか。そうですね、入れにしたいので。すごい。そうなんです。何これ。お次、フグでございますね。はい、トラフグの白子焼きの。あんに、くず粉で溶いたトラフグのお出汁の飯でございますので。うまいっす。パキッと感がいいですね。絶対鹿児島市だからね、泉の下掘りだけ。ちょっとこういうパキッとする。イカはやっぱ、イカはイカらしく、マグロはマグロらしく、ウニはウニらしくっていうのはやっぱり一番いいかな。スノボロなんですけど、お酢だとちょっときついので、まあ、大体使って。塩ゴマですよ。うわうまそう。塩ゴマ66キロ。いや、細かさです塩味って言って、一番中骨に近いところです。うわ、うまっ。シャリと一体化する。締めそばですね。岩手の豊富なものです。あの、僕も思いましたよね、長崎引き出しますよ。端々は2個しかないからさ。そうですね、贅沢の極みですね。でもあんだけ入ってても全然ペロッといっちゃいますよ。そうなんですね、全然いけちゃいます。
しみ。28キロ。あ、うまっ。こういう時期ね、こういう場合だと酸味もあるし、味がいいですよ。28キロでしたね。入れた瞬間かなりさっぱりだなと思ったんですけど、でも後からしっかり結構香りもあるし、ちょっと酸味もあるでしょ。冬のね、油が乗ってる時のちっちゃい魚体の柔らかいマグロってすごく魅力的ね。ポンって生まれてきた瞬間からもう餌周りがめちゃくちゃいいから、周りにはイワシ、イカとかいっぱいあるから、そういうのボンボンボン食えるわけ。そうするとちっちゃいマグロでも油乗ってくるんだよ。12月の暮れぐらいに来てぐらいかな、12月くれぐらいのちっちゃいの、去年はね18キロ、抜群にいいからマジで、こっちとしてやるとテンション上がる。冬の時期でもどこの車線行っても重いんだよな油が。ってでも赤坂行けばあいつのところはこうさっぱりして油出してくれるだろうと思ってくる俺いいし、